三河弁。三河弁は、旧三河国、愛知県東部で話される、日本語の方言である。西三河と東三河の方言に分かれる。静岡県の湖西市や浜松市の旧三河日町、佐久間町は、東三河弁からの影響が強。三河弁は、愛知県西部の名古屋弁、尾張弁と静岡県西部の演習弁との中間に。 位置する方言であり、東海東山方言に属する。尾張との方言の境界は、旧国の国境にある。ただし、北半島は、旧尾張国であるもの、方言の上では、西三河に含まれる。三河弁と名古屋弁とでは、以下のような違いがある。尾張徳川家が名古屋に入る前には、尾張地方でも、三河弁に近い言語が話されていた。しかし、 尾張地方の言語が江戸時代に名古屋城下で形成された競技の名古屋弁に強く影響され抗議の名古屋として一括されるまでに至ったのに対し三河地方ではそれほどの影響を受けなかったため幕末までには三河と尾張でははっきりした際が形成されたただし旧尾張国でも海運が盛んであった北半島においては競技の名古屋弁の影響が幾分弱く 三河弁に近い方言が残された下弁。三河弁の内部も岡崎市を中心とする西三河と豊橋市を中心とする東三河に分かれる。西三河のアクセントは中林東京式アクセントだが東三河は外林東京式アクセントである。形容詞の連用型は西三河では音便を使うが東三河では音便化しない。 五位にも、西三河と東三河で、いくつかの違いがある。方言における西三河と東三河の境界線は、鎌郡と大塚の間から、南下楽郡、北下楽郡と東鴨郡の境界、ほぼ、現在の岡崎市、豊田市と豊川市、新城市、下楽町の間を通る。三河弁を代表する表現として、ジャン、ダーラ、リンがよく挙げられる。 また東三河は、のん、ほい、だにと言われる。東三河方言は、遠州弁と共通する部分も多い。また、三河全体で、いるではなく、おる、否定の助動詞に、ないではなく、んを用いる点において、西日本方言と共通する。東三河の特に、豊橋や厚見半島などで多用される、のん、ほい、だに、ずらという語彙は、遠州弁と共通であるが、 西三河では全く使用されていない。三河弁の音韻体系は共通語とほぼ同一である。豊橋など東三河南部では五島の画行音が微濁音になることで注目されていたが現在では G となる傾向にある。西三河では微濁音はなく五島でも五中でも G である。連母音愛はそのまま愛と発音されるか E に変化する例。 赤い、赤え。いいとなる傾向は、東三河北部で強く、南部平野部や厚見半島では、愛のままの傾向が強い。レンボインウイ、おいは、三河弁では変化しない。過去には、レンボインウイ、ユーエに変化した時代があったと、考えられる。三河弁に見られる、カーイカーズ、イカマイなどの活用、助動詞にその痕跡が認められる。例えば、イカマイは、 イカうまい、イカ甘い、イカまいと変化した。長野県、静岡県、山梨県にも同じ現象があり、江戸時代には名古屋にも残っていた。愛知県内の方言アクセントは、全域が東京式アクセントである。全国の東京式アクセントは大きく3タイプに分かれるが、愛知県内では、終わりが内輪東京式、西三河が中林東京式、 東三河が外輪東京式とされ、3タイプすべてが揃っている。そのため西三河と東三河ではアクセントに多少の違いがある。共通語のアクセントは中輪東京式である。東三河の外輪東京式は演習弁と連続している。名古屋弁では平板型の語や第三拍以降にアクセント格がある場合からのように、 ピッチの上がり目が後ろへずれるが、三河弁では、共通語と同じく、かのように、第二拍から高くなる。いつ、どこ、誰、何、どうして、等の疑問詞は、愛知県内では、平板型で発音される。このような発音は、三河弁、奥、三河を除くのほか、遠州弁、北、遠州を除く、名古屋弁、美野弁、東濃北部と中濃北部を除く、新州弁、 北進でよく用いられる。東三河北部の豊根村では、東京と同じく、頭高型である。二白名詞のうち、小高型、丸型のものは、東京では、のがつくと、矢のように平板型になるが、三河弁では、矢野のように小高型のままである。また、石、紙、川、雪、橋などの第二類と呼ばれる、グループの語は、 共通語及び西三河では小高型だが、東三河では平板型になる。これは外輪東京式の特徴である。しかし二類の語がすべて平板型になるのは、東三河の北東部のみで、豊橋などでは小高型になる語もある。三白名詞では、朝日、命、姿、涙などの第五例に属する語が、西三河では中高型、秋型だが、東三河では、 東京と同じく、頭高型、左比がとなる。また、男、刀、鏡、言葉、話、表などの第四類の語は、大部分の地域で、小高型、小型が、東三河の内新城市北、北端の富山、稲部を除くで、中高型、小型となる。動詞のアクセントは、共通語で、平板型になるもの、行く、植える、あげるなど、第一類と、 起伏型になるもの、ある、起きる、動くなど、第二類に分かれる。名古屋弁では三拍以上の動詞では、第一類が中高型になるものがあるが、三河弁では共通語と同じである。動詞の過去形のアクセントも共通語とほとんど同じアクセントになる。形容詞も共通語で平板型になるもの、第一類と中高型になるもの、第二類に分かれる。 赤い、熱い、明るい、冷たいなど三拍、四拍形容詞の第一類は、名古屋弁では、中高型になるが、三河弁では、共通語と同じく平板型である。三拍形容詞の過去形のアクセントは、西三河では、共通語と同じ、第一類、赤った、第二類、おかっただが、東三河では、第一類は、平板型、あ、第二類は三拍目に、アクセントが置かれる。 あった。共通語では、文語文法の四段活用が、広語文法では五段活用になるが、三河弁では未然型に、五段がなく四段活用になっている。共通語における意思、勧誘の助動詞、うは、三河弁では用いられない。三河弁では、意思表現に、強か、いかず、いかず、勧誘表現に、いかまいのように言い,い、五段の未然型は現れない。って、 五段のない三河弁は五段ではなく四段活用であると言える。使用例、これいいで、川と思う。今日は、どこへ行かあかね。行かずの形は、長野、山梨、静岡方言でも使われ、行かむずに由来する。基本的に共通語と同じである。上方、関西弁では、あ行、和行四段同士、買う、思うなどは、こうて、思うてのように、うおんびんになるが、 そこが、名古屋弁や三河弁では、共通語と同じように、勝て、思ってのような即音便になる。一方、作業四段同士、手、他では、多くの場合音便が生じる、なくした、探した、食いた、谷いたなど。作業位音便は、中世の髪型言葉であり、今も遠州弁や名古屋弁のほか、北陸、中国地方、九州に残っている。下が、ますならば、 三河弁も標準語と同じく異段であり、買います、買います、読みます、読み足すます、書きます、書きますである。家庭型は場が融合して、書きゃ、打者のような形になる。ラ行四段同士の場合、原則通りならとりゃとなるが、三河南部から下半島南部では、とり屋のようにタイヤとなる。四段活用以外の動詞では、大部分の地域では、 ミヤのようにタイヤとなるが、下た町など、三河北部ではミリアのようにひくりなる。三河弁では否定の助動詞線は形の上では家庭型に接続する。一段動詞の命令型はミオ、食べよのようにタイ陽だが、東三河では直前の母音と融合してミョウタビ用のように言う。三河弁拳では可能動詞、かけるなど、 に無意識に、レを挿入して、かけれるなどという例が散見される、レタス言葉。これは特に否定表現において顕著である、かけれんなど。一方、可能動詞のない上一、下一、可変動詞には、本来可能の助動詞、ラレルをつけるべきところを、かけれるのように、ラ抜きにすることが多く、可能を表す表現をすべて、レルで済ませようとする傾向がある。これらの、ラ抜き、レタスは、 全国的に問題視されるよりも以前から多様されている。西三河では、形容詞の連用型が、右音瓶になるか音瓶を脱落させる。これは、西日本に広く分布する特徴である。例、白なる、白なる、白くなる。一方、東三河では、多くの東日本同様、区である。例、白くなる。三河弁では、名詞に、いをつけて、 形容詞化した例が多い。横着位、上部位、などがあり、東三河ではさらに、結っこい、結っこい、根気位、ぼっこい、正しい、正しなどある。水量の助動詞として、だらー、だら、だらーず、だらすとも、ずら、らがある。いずれも、動詞、形容詞には、終始型に接続する。だらーは、三河全域から、北半島にあり、 ずらも三河全域、らは、東三河にある。近年は、ずら、ラは西から徐々に衰退している。ずら、ラは、長野県、山梨県、静岡県の方言と共通する助動詞である。また、過去水量の助動詞として、東三河に、ずらがある。例、いっつら、言っただろう。例日本大文典によれば、 かつては確実な水量と意志の意味で、で、アランズを使っていたという。これは、水量を意志の助動詞、無、ズに由来し、以下のように変遷したようである、近世紀方言の研究参照。にて、アラムズ、で、アランズ、で、アローズ、ダラ、アズ、ダラー。一方で、ズラが、ダローの影響を受けた結果、ダラーが生じたとする説や、ダロー、でアラムが、 ダラーに変化したという説もある。愛知県では、勧誘を表すのに、助動詞マイ、マイカが使われる。三河弁では、勧誘の、マイは、動詞の未然型に接続する、例いかい。名古屋弁では四方形、未然型に、うをつけた形から、うを落とした形に接続し、例いこ舞。終わりと三河で対立する。江戸時代には、名古屋でも、いかいといった。 ただ、1960年代の調査で既でに、西三河では、若年層を中心に、名古屋弁式に、イコマイというようになっており、終止形接続の、イクマイを使う地域も出てきている。また、意思を表すには、動詞の未然型を使って、行かあるいは、行かず、行かずのように言う。名古屋弁では一般に使われないが、図が正音化した。 生かすと思うのような表現高齢層に残っている。また、生かすか、知らすかのような反語表現が、西三河にある、名古屋でも言う。動詞の連用型に、輪をつけて軽い命令型を作る。一段動詞、上一段活用、下一段活用には、輪、場合によっては、のみになる。五段活用には、がつく、一輪でなく、一金作業変革活用の、 するにリンをつけると、シリンになる。人によっては、シン・セン・セリンとも言う。家業変革活用のくるにリンをつけると、人によっては、コリンと言ったり、金と言ったりする。これは年代によって使われ方が異なる。名古屋弁の伝用形、やーと、成り立ちは異なるが、用法は似ている。おい金のように頭に、をつけると、さらに丁寧な表現になる。 東三河では、お生きておくれましょう。お生きなさい。おいでておくれましょう。おいでなさい。お上がりましょう。お食べなさいのような、お、魔性形式の尊敬の命表現がある。西三河は、尊敬語表現が複数ある。以下に、西三河の尊敬の助動詞を挙げる。一方、東三河では、レル以外の尊敬助動詞はほとんど用いられない。共通語の、ラッシャルにあたる。 尊敬の補助同士に、見えるが広く使われる。礼、して見える、してらっしゃる。また、より敬意の高いものとして、小猿があるが、古風なものとして衰退が進んでいる。自己主張を表すものとして、東三河で、ジャン、か、西三河で、金を用いる。ジャンは、もともと、西三河にはなかったが、使用範囲を拡大して、西三河でも使われるようになり、 また東方へ伝播して、首都圏方言にも取り込まれた。最近では、共通語として定着しつつあるが、元は、中部地方で使われていた方言であり、それが戦前に横浜に伝わり、さらに1960年代後半以降、東京でも新方言として使われるようになった。中部地方の中でも愛知県三河地方ではいち早く、使われ始めた。 1960年代の調査では、老年層では、ジャンは三河だけで使われ、静岡県や長野県にもないが、中学生では、愛知県全域から静岡、長野へ広がっていた。根をつけて、ジャンネ、名をつけて、ジャンナとも言う。ジャンは、共通語化しつつあるが、ジャンネという言い回しは、全国的には通用しない。文の途中でも、文の終わりでも使う、終正し、 関東女子には、なーのほか、三河南西部で、ナンが使われる。三河弁に、特徴的なのは、ノーで、現代の終わりでは用いない。また東、三河を中心に使われるものに、ノン、ヤや、エーがある。エーに、丁寧さを表す、ンをつけた、円も三河弁に、特徴的。文の終わりだけで使うものに、エがあり、疑問の、かについて、かえ、わについて、わえ。 だについて、だえなどとなる。親しみのある敬意を表すのに、んがあり、主事の終助詞について、かん、わん、ぞん、だんなどの形になる。また、やがあるが、同敗や目下のものに使い、存在に響く。やれは、三河弁に、特有のもので、命令、禁止、意思、推量を表す文の最後につく、礼、はややりんやれ。文中で使われるものとして、 西三河の安城市南では、ねえやが使われる。人に呼びかけをするときに、おい、おえ、ほい、ほえなどというが、文の調子を整えるために、これが文中の切れ間に挟まれることがある。東三河でこの傾向が強く、この地域の方言の特徴とされている。豊橋では特に、のん、に、ほいをつけた、のんほいが有名であり、この他に、地域によって、ないえ、 ねえほいなどのリエーションがある。文語では、用言の連帯型をそのまま体言として扱って、各助詞や断定の助動詞を接続することが可能であったが、今日の東京方言及び、標準語では間、ま、に、順体助詞のあるいはその点化した文を収む必要がある。これに対して、三河弁では今日でも、文語と同じように、順体助詞を挟まずにそのまま接続可能である。 東京方言は、三河弁から生まれたのだ、と唱える説がある。かつて、江戸時代を築いた徳川家康は、西三河の岡崎出身であり、彼やその家臣が江戸へ進出したため、江戸では、三河弁がもてはやされ、江戸の言葉に強い影響を与えたというのである。山口幸弘は、関東西部から、中部地方東部にかけての中林東京式アクセントの分布を、 徳川武士団の西三河から江戸への移住によるものとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。